け込んで卒を煽れば、嫌なこと一つくらいは忘れるのさ。転がってるビール瓶を覗き込んで、この街の歴史を少しだけ見たよ。この街、別の街、流れ流れ物の街、何が正義で誰が味方かはわからない。世間様とは真逆の方に流れていく。汚い都会はまで流れていく。この街、一望できる砂の美しさ、波の美しさ、どれをとっても格別でございます。今しもここへやってまいりましたのは宮本武蔵。ちょうど吉住まりの茶店がありましたんで、武蔵は園内に腰を下ろし、景色を眺めながら渋茶を飲んでる。次第にが繰りかかってくる。店主、誕生はいくらだ。はい、ありがとうございます。150円をいただきます。そうか、ではこれを置くぞ。ありがとうございます。またお帰りにぜひお立ち寄りくださいませ。天使の正常は飛び聞いて、武蔵今振り分けの荷物を肩にかけようといたしました。するとそこへ一人この園がちょうど入ってまいりましたんで、弾みで荷物の一つがバチンとこの園の天蓋の端に当たる。思わず武蔵、これは失礼をいたしました、ご勘弁に扱いたい、丁寧に詫びて出て行こうとした時だ。待て、このこの園が止まりました。何か御用でござるか。なんだお前、人に物を打ち付けておいて何か御用でござるかって挨拶があるか。無礼なやつだ、勘弁ならん、尋常に勝負をしろ。激しい声です。武蔵、ずいぶん乱暴なこの層があるものならと思いましたが、ここは自分が悪いんですから、また穏やかに。これは失礼をいたしました、もう早待ちでいたしました。これでよか、ご勘弁をなされな。それではこれほどお頼みの人もなら、外へ出て勝負をいたせ。ここまで言われては武蔵も我慢がなりませんか。よろしい、さほどまでこと好むなら、おいてお相手だそう。大横の下、さあ思ってペロペロこの層を天外を肩繰りして、尺足持っておいて飛び出しました。
て通りかかった旅人たち、喧嘩だ喧嘩だ喧嘩だ、侍と駒沢の喧嘩だ、行ってみろ行ってみろ行ってみろ、見る見るうちに黒山のような人ばかりだ。武蔵相手が駒沢でございますから神経は使いませんで、稽古用の呉服を袋から取り出しますと、一本前一本ずつ高々天神用滑殺の構えだ。駒沢は尺八を手に持つとビタッと中段に構え、こちらの様子をじっと伺っている。貴様にどう使うか、さては宮本武蔵だなと聞いた武蔵が驚いた。自分の名前を一目で当てた、ふっと笑ったかのこと、宮本武蔵とあらば相手にとって不足はない。参るぞ、自分のことを武蔵としてなおも勝負を挑んでくるということは、よほど自分の腕の覚えのあるものに相違ない。そう思いました。武蔵もいらなくて、じっと身構えているうちに小僧の体が気がつきに入った。一途連発の気合、心とばかりに酒を持って相手の尺八をしたんと払いのけました。時に尺八の間からガーッと出して何か飛び出してきた。武蔵に徳さんすぐ後れ下がって前を見ると、小僧を左手に尺八、右手には鎖を持って、その先についている人形をくる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 振り回しながらこちらの様子をじっと伺っている。武蔵この時驚いたというのが、かねてより武芸者の名人、それから鎖鎌の名人で極武士とあだ名される山田新入剣という男がいる。さてはこの男が新入剣だなと思いましたんで、油断なくしてじっと見がない。大変に貴重な道具だとされていまして、この鎖の先についている奮闘に絡まれますと、それまでは獲物に絡まれますと獲物を取られてしまう、刀に絡まれますと歯がこぼれる、また体に当たれば当たりどこによっては即死だ。ですからこの奮闘をかわすより他に方法がございません。これ厄介な獲物を持って今回名人と言われた新人で一人で鎖を操ると、ふんふんふん、何をしてますね、当たりだな。そのうちにペッと投げ込んでくる、この速いの何度、まるで一人で鎖を相手にしているのでございます。下がってくる、ふっと見ると後ろは崖、前は神竜拳、後ろは崖、絶対ですが、しまったという顔の表情が武蔵に現れたんでございましょうか。神竜拳これを見逃さない、いやっと笑って、先ほどよりも一度大きく振り回して放った最後の一投の速いのが、下から振り上げるかのように武蔵の心臓を決断ばかりと血煙を飾ってぐっと上がってきた。君の
やいれんじゃん、やよ。もうすぐ三十分。おいらの枕、川の匂い。スパイシー香ばしい。時はいつだい、メダカの学校休校閉校不登校の生徒街に出る、壊れていく街並みと居場所を失った僕たち、武蔵がぶつかったところのところを聞き逃してから、ね。ああ、フィリングです。ありがとうございました。聞いてね、12月20日に死んだおじさんの曲ですね。歌います。難関の思いピクミーさん60歳独身は僕のおじさん、お片仕事で矛盾だからだけ流し込むのはリンゴジュースで割ったコールリー焼酎、冷凍食品のチャーハンとチキンラーメンとベビースターハムが主食、ばあちゃんが作った料理にはこれっぽっちも手をつけないぜベイベー、ベイベー、カンピーディップするおじさんの平和なひととき、とどのつまり結果はつまりド派手や心筋梗塞と脳梗塞で歌われる始末、ニャンニャンする愛人はいつだって野良猫キャッツアイ、おじさんの指は猫じゃらしなんかよりも気持ちいい、嫉妬しちゃうくらい気持ちいい猫じゃらし、そんなおじさんが全焼させた、寒いからと言って布団に突っ込んだドライヤーから出荷、一家全焼、一家全焼全敗、全部燃えて灰になった、でも大丈夫命は残ったよ、よかった全焼全敗、全部燃えて灰になった、でも大丈夫猫は無事だったよ、無事だった取る前に着るものを着てくれよ、おじさんのその時の格
は全裸だ。いいか全勝、全裸で全勝、全裸全勝。でも大丈夫、風邪は引いてないよ。いいか全勝、全裸で全勝、全裸全勝。でも大丈夫、新しいパンツ買ってあげるよ。いいか全勝、先輩全部燃えて灰になった。でも大丈夫、黒い雨は降らせてない。オッケー、いいぞ。いいか全勝、先輩全部燃えて灰になっても、全部燃やせ、命を燃やせ。あの青い空はまだ生きてる、まだ生きてる、まだ生きてる、まだ生きてる。